マスター、何してるのよこんなところで。管制室にいなければ部屋にもいない、食堂にもダヴィンチ工房にもいないんだもの。もしかして散歩のつもり？とことこ歩くだけならトレーニングルームで十分じゃない。じゃあ何よ、物欲しそうに廊下をぐるぐる回ってるなんて挙動不審者そのものなんですけど。は？そういう意志たるこそ怪しい？用もないのに話しかけるキャラじゃない？またカルデアの機材を壊しちゃったから、その修理をさせに来たんだろうですって。それはまあ、今まで何度か助けてもらったけど、今日はそういうトラブルは抜きっていうか。私があなたに声をかけたのは朝の挨拶的な意味だけど、でもそれとは違うものというか。ショックか！ストレートに来たわね。そういえばそういうやつだったわ、あんた。まあそりゃね、私だってバレンタインぐらい知ってるし。何かしておかないと後で後悔しそうだし、日頃の健闘を称える気持ちなら少しだけあるしで。出し惜しみしてもしょうがないか。出だしで負けたわ。なんかこの霊気になってから冴えないのよね私。甘くなったというか、責められても嬉しいっていうか。まあいいわ。はい、これ受け取ってました。現代人のあなたに合わせて私なりに工夫してみたの。見た目も味も特攻だって最高のはずよ。でしょでしょ、我ながら会心の出来よ。笑う角には福来たるって言うけど、私の場合綺麗なものにはボーナスありってね。あなたにご利益がありますように、欲望込みで真剣に作ったの。何に使うにしろお財布が豊かなのはいいことでしょ。マスターが潤うなら私も潤う。マスターがお金持ちならその分私の育成もはかどるし。さて、それじゃあこの後どうするの？見ての通り私は退屈を持て余しているのだけど、バレンタインのチョコを受け取っておいてこれだけってことはないものね。一流のマスターにふさわしい、とびっきりゴージャスなエスコートを期待しているわ、マスター。